スイートウォーター軍はアメリカ合衆国のワイオミング州にある軍。人口は43,806人。軍庁所在地はグリーンリバーである。スイートウォーター軍は1867年に設置された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍の総面積は27,172平方キロメートルである。このうち27,001平方キロメートルが陸地で、 171平方キロメートルが水域である。総面積の0.63%が水域となっている。スイートウォーター群はワイオミング州最大の群でアメリカ国内の6つの州より大きい。これはアラスカ州を除く全米でも8番目の広さである。スイートウォーター群の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査でこの群は37,613人。 14105世帯及び199家族が暮らしている。人口密度は1平方キロメートルで、1平方キロメートルの平均的な密度に15,921件の住居が立っている。この軍の人種的構成は、白人91.62%、アフリカン・アメリカン0.73%、先住民にセント。 アジア系0.64%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種3.59%、および混血21.37%で、人口の9.42%がヒスパニック、またはラテン系である。人口のうち16.3%がドイツ系、15.4%がイングランド系、8.2%がアメリカ系。 6.5%がアイルランド系、5.2%がイタリア系移民の子孫である。14,105世帯のうち38.20%は18歳未満の子供と暮らしており、57.80%は夫婦で生活している。9.20%は未婚の女性が接待種であり、28.40%は家族以外の住人と同居している。 23.60%は独身の居住者が住んでおり、6.90%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.62人で、あり、家庭の場合は3.11人である。軍内の住民は28.90%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.10% 10、25歳。 以上44歳以下が29.30%、45歳以上64歳以下が23.70%、及び65歳以上が8.00%にわたっている。中央値年齢は34歳である。女性100人ごとに対して男性は102.40に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は101.10に見える。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は46,537ベードルであり、家族ごとでは54,173ベードルである。男性の45,678ベードルに、対して女性は22,440ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は19,575ベードルである。人口の7.80%及び、 家族の5.40%は貧困線以下である。18歳未満の9.20%及び65歳以上の7.00%は貧困線以下の生活を送っている。ロックスプリングスから見たホワイト産地アローヘッドスプリングスから見たアスペン産地ワイオミング州スイートウォーター軍の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年11月1日閲覧。 アメリカ合衆国統計局。2008年11月1日閲覧。アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステイツセンサスビューロー。http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。